ちらのタッグ名は神羅万象でいいかな。本当にいいの神羅万象で。いいんじゃない、まあ、今日初タッグだったけど勝っちゃったよ。金網前哨戦にして勝っちゃいましたけど、もしかしてさ、まあ、最初のねちょっとハイスピードっぽい感じのタックのハイスピードムーブみたいな、うん、うちら作っちゃったし、なかなかないじゃん最近さ、ガリかガリみたいな組み合わせ、ガリガリかデブデブみたいなしかないから。デコボコデコボコでね、いいんじゃね、新しくできてさ、まあ、そんなことよりさ、まあ、相手99よ、金網金網が控えておりますけど、なんかやっぱり金網に対するなんていうの、意気込みっていうかさ、なんか感じないよね、うん、分かってんのって感じなんだけど、まあ全体的に通して言うけど、最初から歌見がうちらに何したいかよく分かんねえ、うん、会見ではさ、ももがどうのとかさ、うん、なんかもっともらしいこと言ってたけど、実際それってクイーンズクエストの全員のね意思なのみたいな、なんかすごいバラバラな感じがめちゃくちゃ伝わってくるの、うん、金網勘違いしちゃいけないよ、普通の試合じゃねえからな。どれだけの人たちが命削ってあの金網から脱出したと思ってんだよ、生半可な気持ちで来てんじゃねえよ。そしてうちら相手にね、全面戦争、うん、お前らは一回負けてんだよ。見苦しいまですんじゃねえぞ。宇宙一きらめくスターダムのビッグマッチ、スターダムサンシャイン2023、6月25日国立代々木競技場で開催。明るく激しく美しく、そして新しいスターダム。自分らしく生きること、それが何よりも彼女たちを強くする。新日 SS ゲームの中で会いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。